んだよね。21じゃなかった、確かに前、さっきこの前20になったか、この前20になったばっかり。まあいっか。まさまずさん祝ありがとう。祝カラコン、え、そうなの、今日ねクリアコンタクトが切れちゃってカラコン入れてる。そう、1年に何回としたの、え、こんなさ頻繁に偽誕生日会やってたらさ、あっという間におばあちゃんになっちゃうよね。エミフィア届い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 。しく偽二十歳でございます。チロチロ指原さんのカラコンです。わーい、こんばんは。お魚仮面さん、え、いいな、そのさハロウィンのアバターかわいい。こんばんは、リカちゃん。どうやって読むの、リカティアンティアン。なんて読むんだろう。ヤネちゃんありがとう、初見です、配信ツイートありがとう。お洋服ちょっと、まあ夏生まれなのでね半袖にしちゃいました。今春か、春生まれなのでね半袖にしちゃいました。かぼちゃ祝、え、すごい、メリタさん祝、あー、熊熊祝、熊祝、熊、すごい卒業式のやつかな、ありがとう祝熊。これはタワーなのかな、おタワーかな、どうなんだろう。はるねちゃん、はるねちゃんにありがとうだ、ありがとう、ありがとうございます。メリダさん、いつもメリダさんありがとうございます、本当に。ああ、そう、改名で有名なメリダさんですが、タバーありがとう。そう、誕生日きっとタワー偽物、タワーは本物です。メリダさん本物タワーありがとう、偽配信で本物タワーありがとう。ケーキはね、そうだな、この後食べようかな、買ってはないけど、あ、明日食べようかな、ケーキ。ありがたわ、卒業証書と一緒に夏菜ちゃんの写真撮るの、え、嬉しい、卒業おめでとうね、卒業おめでとう、真白ちゃん卒業おめでとう。すごい、なんかね、私のファンの方1個下の方が多いなって思ってて、多分だけど結構卒業したっていうツイートを見かけて、あー、おめでとうってすごい思っています。ひまりちゃんね、見てるよ、夏音色ダイアリー、ハッシュタグ夏音色ダイアリー、どんどんつぶやいてる皆さん。マシロちゃん中3か、まだ中学生、若いね。じゃあ夏美と同い年か、若いね、おめでとう。ここはねすごい楽しいと思うから、高校生活楽しんで。ひよちゃんも、あー卒業おめでとう、あ、お誕生日おめでとう、ありがとう、すごい今日おめでとうがいっぱいだね。本当の誕生日何配信、ね、どうしようね、本当の誕生日何配信、いつもどんなことしてるかな、誕生日配信って。
そう、ハッピーバースデートゥーミーって書いてあります。ちゃんと手作りなんだよ、手作り、上のやつは。うん、そう、サイン会の名前登録し忘れて、あー、え、でも名前登録し忘れはどうなるんだろう。で、一応なんか、か、え、どうなんだろうね、書けるのかな。生まれてきてくれありがとう、ありがとうございます。男は黙って、山本さんすごい、偽誕生日。そう、あ、本名になるんだね、名字になる。でもそうだよね、前のサイン会でもそうだったしね。ねえ、夏の色ダイアリー毎日投稿できるように。え、嬉しい。え、本当にね、一日何回見てんだろう、もうね、何十回ぐらい見てる、夏の色ふよんって。え、来週、もう来週か、早いね。そう、偽サイン会どうしようかな、偽サイン会。そう、ミュージーさん、そうだよね、ミュージーになっちゃうのか、ドップ。そう、なんかね、すごい癖なんだよね、ショールームでさ、どん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 近づいて行くの。誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます、かっこにし、ありがとうございます。すごい嬉しいな、こんなにたくさんの方がお祝いのコメントを言ってくれて、偽お祝いのコメント言ってくださって。そう、あ、意外と奥さんさん、え、かいやさん、そう、私伊達かいやさんのお顔に一目惚れして入ったんだよね、いきなりトークさんさんのファンになったんだよね。カメラにくっついていいよ、あそう、そう、ケーキ買えばよかった、私もケーキ買えばよかったな、ね、あ、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。これも偽証明もしかしたらそうかもしれない。うん、カラコンしてるの今日、うふふ、茶色。そう、ラジオ番組、そう、ノイミーステーションがね、え、そうなの、初回放送4月がね、4月の出演メンバーです、よろしくお願いします。どんな感じかもまだ、だから分からないから、本当に初めて初回メンバーだから、これでどんな感じなのかが楽しみ、収録が。ドキンちゃんはね、まあね、まあドキンちゃんはドキンちゃんですね。関西、え、でもね、あれらしいよ、ラジコプレミアムだったらどこでも聞けるのっぽいので、ぜひぜひ。エブリアシック、ありがとう。ひまりちゃんの誕生日、偽誕生日配信、もうね、本当に誕生日が増えすぎてて困っちゃう。うん、大阪のラジオだから お笑い寄りになるかな、え、そうなのかな、そうだったらすごい嬉しいね、お笑いのセンス磨けるかな。でも結構ね、助立さん、うまっ、ありがとう。ナイト、ナイトさん、シュック、シュック、え、すごい初見の方がいる、こんばんは。誕生日は幸せな日だから、毎何回あっても、そうだよね。待って、今日さ、あれを持ってくるはずだった、
今日ねやりたいことがあったのにね持ってくるの忘れちゃった。あ、ミヤさん祝ます。尊い。ありがとう。関西弁でラジオ。確かに関西弁。でもね、あのね関西弁喋れるかな、どうだろう。でも関西弁喋ったらさ関西の方って怒る。私のお母さんは関西の人なので怒るんですよ関西弁を喋ると。だからね下手にねにエセ関西弁は言えないよね。ひまりちゃーん今も言うよ。ひらりシュックマッサすごいお花がたくさんすごい嬉しいありがとう。やっぱね誕生日ね偽誕生日おめでとうありがとう。おっとなんでやねん。ヒンタン祝こんばんは。そうティアラハッピーバースデーって書いてある気がする。広島弁でね、え、そう私広島、私さあのね勘違いされてるかもしれないんですけど、私ね5歳までしか広島に住んでないんですよ実は。実は5歳までしか住んでなくて、もうほぼ関東人です。だから広島弁はね出ないかな。わかるけどなんとなくわかるかな。だから広島出身とか名乗ってるのすごく申し訳ないんだよね本当に。そうなんですよ別に内緒にしてたわけじゃないんですけどね。そう、うん、そう千円もそんな感じだと思う。皆さん、あ、そっか知らなかったかな。皆さん結構あんまり言ってなかったか。そう、あれもおばあちゃん家に帰ってたりっていうのかな、おばあちゃん家に行ったりは します。だからそんなに全く縁がないとかそういうわけじゃないか。おばあちゃんまあでも中国地方郷土面も映らないかな。そうフォローしました。まいちゃんありがとう嬉しい。そうなんですよ。あ、フィンタンハートたくさんありがとう。夏菜ちゃんに救われました。え、何した私。スパヒトさん、え、何したんだろう、何したんだろう。しおりのファンの方じゃなかった、スパヒトさん。そう、え、うなさんこの間広島に引っ越してきて、そうなんだ、そうなんだ、すごい広島行きたいな、行けないけど今。みんなが救われてる、じゃあ私は救います皆さんを。よいどりさん、私はね記憶力ある方、そう、ん、私はどうだろうね。でも顔を覚えることはすっごい得意だと思う。なんか顔を覚えられるかも。なんだろう、イメージっていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、頭の中に文字とかは結構覚えられないけど、なんだろうね、写真とかそういう人の顔とかすごい覚えるのが得意かも。だからファンの方とかが本当に久しぶりに来た方も覚えてます、久しぶりっていう。今日もほっぺがいいですか。そう、映像記憶能力、あ、そうなのかもしれない、映像記憶能力がいいのかもしれない。そう、
う行の発音してるとき、う、本当？う、え、初めて言われた、う、たくさん言っちゃう、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 うるうるうる、うるうるうる、うるうるうる。ミーグレで夏美ちゃんのノリの真似、え、見たい、見たい。エクボに刺さりたい。なんかすごい怖い顔しちゃった人。そう、覚えるの、でも名前を覚えるのがね得意ではないかな。でもファンリップとかファンの方の名前はね覚えるよ。そう、リオヌちゃんお話か、楽しみ、嬉しい、楽しみね。最近たくさんお知らせがあってね、本当にヨーデルさん分かりますよ、もちろんもちろん。え、ありがとうで、え、嬉しいね。就活生だからだ、頑張れー、夏ねつねつね、夏ねつね、ファイト。ファイトだよ。リプしてる、そうですね、リプしてる方、リプくれる、たくさんリプくれる方はしゅ、そう、部活ね、ないない、もう告知の数、確かに告知本当にねたくさんね、嬉しいね、出来事というか嬉しい発表がたくさんあって、ウインク、え、同い年、私年上っぽく見えるのかな、どうなんだろう、でも大人っぽく見えるのかな、でも大人っぽく、ファンの方には大人っぽいと言われるけど、メンバーにはあんま言われないかも、多分なんだろうね。うん、そう、あ、そう、ノイミーの休日でね、秘密インシデント初披露ということで、え、ねえ、夏音ちゃんこの前もさ来てくれ、え、 AB 型も同じなの、すごくない？びっくりなんだけど、夏音という名前で AB 型同じ、ほぼさ同一人物じゃん。もうすごい、サザエさんの予告原作、え、サザエさんね、どうしよう、またや、サザエさんでも結構好評だったんだよね。何ケーキが一番好き？昔はチョコケーキだったけど、最近フルーツキ、フルーツタルトとか好きかも。リーちゃん、クマ、リーちゃん、クマ、クマクマクマ、ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガー、そう、家庭科92点、え、すごっ、90点台すごいね。いつも動画はねアプリで作ってます、メイツっていうアプリが、写真も加工できるんですけど、動画もメイツとインショットっていう動画の編集アプリを使って作っています。だから本格的なやつじゃないんだけどね。私も夏音だ、嘘でしょ。絶対嘘だ。夏音っていう名前そこまでねありがちな名前、珍しい方だと思うけどね。波比の編集、そうだね、どうだろう、波比はそこまで大変じゃなかったかな、なんかね、え、どうだろうね、
結構なんだろう、間々に入れるサザエさんっぽいさタイトルっていうのかな、それを作るのはちょっとね、それを3個も作らなきゃいけなかったから大変だったかも。それはレオくんと夏ね、夏尾くんの配信面白かった。嬉しい。そうでもあれはもう恥ずかしいね、なんか今思い返せば恥ずかしいわ。ちょっと波日インシュット使ってる？今度ファンレター、ぜひぜひぜひ。夏音ちゃんへ、夏音よりってなるのかな。あ、インシュットは有名なんだね。メイツもね、意外にね、動画のね編集が結構できるから嬉しい。サザエさんの動画見たら爆笑。あれって爆笑するような動画なのかな。なんかわかんないよね、自分が作ってたらもう何が面白いのかがわかんなくなっちゃう。なえたんさんが夏尾くんとレオくんどっちがどっちもって言ってた。嬉しい、みんなレオくん派だと思ってたから夏尾どっちもっていうの嬉しい。嬉しすぎる。あ、カノンちゃん、カノンちゃんって間違えられることあるかも、たまに。そう、ニセ誕生日おめでとう、ありがとう。あいや、あ、久しぶり久しぶりだ。そう、お祝い事が今年は多いですね、本当にね。今年はちょっと何回も誕生日があってね、忙しいわ、誕生日多すぎて。あの動画作るのどれぐらいかかったのかな。でもね、な、1時間ぐらいかな、どうだろうあんまどうだっけな。わかる、サギちゃん嬉しい、ありがとう、見に来てくれて。メジャーデビューは本当にします、本当にしますでもなんか本当なのかなって思っちゃうよね。本当なのかなってさ、すごいなんか本当なのかな本当なのかなってなるよね。まだ本当に実感が湧かない、なんだろうね。だってもう MV、 リード曲の MV も公開されたのに実感が湧かない。女性ファン、今日確かに多いかも、見に来てくれ、女の子が。お誕生日ありがとう、おめでとう。 MV 撮影の裏話、なんだろうな、なんだろう。あ、ジャケ写の時のバスでももきゅんがね、私がリクエストした曲を歌ってくれて美声だったもうこれはね、メンバーの特権。そう、こぶしファクトリーさんの明日天気になるよ、歌ってーって言ったら歌ってくれたの。私あの曲本当に大好きで、なんだろうね、歌詞が本当にもうね、歌詞が言ってほしい言葉なの、明日天気になるの歌詞が。風はね、すごい結構強かったかも。そう、電車で隣の人が飲み見ない MV、そんなのあるの、すごい。なんかさ、いいね、嬉しい、そんな、すごい
モモキュンリサイタルメンバーの特権です。明日天気になれ、まゆこちゃんも好き、いいよね、皆さんぜひ聞いてみてください。私おすすめの曲がいっぱいありすぎて、今度ねあのなんだっけフリートに載せたいな、お気に入りのプレイリスト。でマップのミュージックにあるやつだからサブスクが追加され、なんだろう、サブスクやってない方々の曲とかねできないけど。こんばんは、初見です。あ、嬉しい、こんばんは。マツパね、マツパどれぐらい、え、マツパは本当に店舗によるっていうか、結構ねいいところと悪いところが結構差がある気がするから、マツパは良いところを見つければ結構持つところ持つかな、良いお店だったら。そう、人もね、人にもよるかも。プレイリスト気になる。じゃあ今度フリートで、結構長いよ、私お気に入りの曲本当に何百個もあるから、何百曲も。松エコはしてない、松っぱだけかな。私の選曲毎回神曲やった。でも本当におすすめしたい曲いっぱいある。待って、なんだろうな、じゃあちょっと数曲紹介しよう。なんだろうな、最近好きなのは、あ、私最近あの曲が好きかも。お気に入り夏ネイルダイアリー、え、ぜひ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 、かわし、え、久しぶりだよね。あー、祝ありがとう、おめでとう、ニセだけど。ぜひ見ますよ。ね、サクラビーズさんの、今ウッカさんだけど、回る回る回るとか好きかも。あとこれは何回か、デビルアーセムさんの12345とかも好きかな。あとはなんだろう、マジカルパンチラインさんのもう一度とか、あと SKE さんのあのね、結構最近の曲ですごいね好きな曲があるんだよね。あ、音の割れたチャイム、おすすめですとかかな。最近ハマってる曲、特に他にもたくさんあるけど、うん、結構幅広く聴いてます。アイドルさんはもう本当にアイドル大好きなので、とかかな。誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。どうもどうも、おすすめは本物です。韓国のアイドル、あ、アイズワンさんはね聞きますね。ぜひ皆さんの、私がさ聴いてる曲も本当に聴いたことない曲でいい曲がある、絶対たくさんあると思うので、皆さんのおすすめもぜひハッシュタグ夏ネイルダイアリーでツイートしてください。 Apple Music に入れます。ね、音の割れたチャイムいいよね。悩みの曲で元気、あ、
まあ一番聴いてほしいのはもちろんのエミューの曲だけどね。触覚かわいい、嬉しい。触覚ね、ちょっとね今日は太めな気がする。やった。勉強の時に聴いてる曲、なんだろうね。私勉強の時さ、音楽聴いてる時もあるけど、なんかね勉強の時聞いたら私踊っちゃうんだよね。聴きながら勉強したらもうメロンジュースとか流れたらもう終わりじゃん。こういう風に踊っちゃうから勉強してる時はねあんま聞かなかったかな。たまに聞いてたけど。トゥモロー最強説、さっきすごいタイムリーだ。さっきね MV 見返したんだよね。勉強できない、そうなんですよ、勉強できないんですよ。ハリーポッターの、ハリーポッターの音楽ね私も聞くよ。なんか ほぼアイドルの曲しか聞かないんだけど、映画が好きなので、結構映画も好きなので映画の曲も数曲聴きます。夏音ちゃんのショールームが音も勉強、嬉しい。勉強頑張ってね、ファイト。マーナン、こんばんは。マーナンさん、かわいい、おにぎりにパンダ乗ってるじゃん。ゴーストバスターズわかる。ゴーストバスターズいいよね。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。これさ、あのさ、気づいてる方、気づいてるじゃない、本当に誕生日だと思ってる方いるかな。テロップに注目です。おにぎりパンダかわいい。かわいい。なんか私のちょっとした一つの夢は、私のキャラクターを、ショールームのアバター、ショールームのアバターを作ること。偽だった待って待って、なんかわかんない、本当に知らなかったのか、それをなんかあれなのか、もうねわかんなくなってくる。ないないで、いつかねそういう機会があれば嬉しいな。ななかちゃん好きそう、このアバター、めっちゃななかちゃん好きそう。そうだよね。今きっと状況説明を願いたい。まあテロップの通りですね、テロップが一番簡潔に状況を説明していますね。でもね、それもしさ作れるとしたら、私3種類いるんですけど、あのキャラクターがどれにするか迷っちゃうよね。エリカちゃん、あ、卒業おめでとう。ね、リップはねロム&を使ってる。ちょっと待ってね、これね結構ノイミーがたくさん使ってる08番のローズストリーム、結構ノイミーね使ってる子多いよ。この色使ってます。うん、あ、ミヤンさん、今日もクマ、ミヤンさんクマありがとう。いつもミヤンさん見に来てくれてありがとうね。
バイトの研修、あー頑張れー。そっかバイトの研修頑張ってね。バイトね、研修ってことはね、結構すあれ始めたばっかりか、始めたばっかりは大変だよね。すごい。サイン好き？そうサインはね、私も結構お気に入り。もう変えることない気がする。サインはお気に入りすぎて、このままずっとこのサインで通そうかなって思ってます今のところ。キューピット系は怖いからやだな。やっぱ夏ランボが一番人気だよね。夏ランボかな。くまくまくま、タカチさん、あ頑張れ。ラブビーム、タカチビーム。ねバイトしたことあるよ。そうノエミ入る前に、ノエミ入るからバイトを辞めました。え知ってるよ、ヒラリーのアバターに夏ランボポーズしてるの。えノーマモノって、えそうなのそうなのね、めっちゃ謝りたかった。あのさ、こちょんちょんっていうやつを入れ忘れたんだよね。私あそこさ入れ忘あのね、ちょんちょんってね忘れがちなの。え本当に申し訳ない。もう今ね、じゃあ今付け足すやれ、ちょんちょん。宇宙人じゃないです、マイケル。書きましょう、マイケル。マイケルはね結構まだ知名度が低いので、マイケルは、マイケルちょっと有名にし、そうマイケル忘れないでもろて、メンバーもねマイケルは知らない子が多くて悲しいな。まあ一番最近できたキャラクターだからしょうがないっちゃしょうがないけど、やばい、足が折れそうなぐらいの細さになってしまった。待って待って、ちょっと失敗だけどまあいいや。そううーしか言わない。マイケル、待って、足やばくないこれ。ちょっと失敗しちゃったけど、まあ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 、マイケル。足長い、夏海みたい。本当だよ、夏海足めちゃくちゃ長いよね。これはねうーしか言えないんですよ、このキャラクターは。気候種確かに気候種か。カラーリングはね黄色です。すごい美脚だよ、ノイミーの誰よりも美脚じゃないマイケル。そう待って、私さ忘れ物しちゃったんだけどさ、一瞬取りに行っていいですか。一瞬ね、目大きいしさ足も細長いし、マイケルってスタイル抜群だよね。ちょっと取りに行きます。よいしょ、お待たせしました。よいしょ、バースありませんように。なんだっけ、3分だっけ、3分以内なのでセーフ。ただいま。じゃあ行きます。じゃじゃーん、じゃじゃーん。これ見せていいのかな。なんかさ駄菓子屋さんで
お母さんが買ってきてくれたドッキリホラーシールガムっていうやつがね、ちょっと開封しちゃったんだけど、あ、ナユタさん、これはなんだろうね、お花、お花ありがとう。そう、これをね買ってきてくれて、お母さんが、それでね開封したのね。それなんかランクが S ランク、 A ランク、 B ランク、 C ランクがあるみたいで、でなんと S ランクが当たったんですよ。すごくない？ S ランクが当たって、 S ランクが結構戦慄の S ランク、一番最上級に怖いやつらしくて、ちょっとね確かにリアルかもしれない、が当たって、そうなの。だから引き強い、そう、まあお母さんが選んでくれたから、え、でもでね、ちょっと貼ってみたいなって思うんだよね。どこに貼ろうかな、いいね、どこに貼ろうかな、これなんだけど、あ、閲覧注意です、めっちゃ遅いわ、言うの遅かった、ごめんなさい、閲覧注意です、いきます、どれ貼ろうかな、ほっぺたかな、どれがいいかな、これか、これいいよね、でも首、でもほっぺたかな、やっぱり思ったよりリアル、確かに、まあ S ランクだもんね。それなんかね、別でね、ソーダのねガムがついてきた。しげっち、お花ありがとう。そう、 S ランクどれがいいかな、これにしよっかな、これをここら辺でピッて貼ろうかな、すでにおさ、じゃあちょっとこれをなんかね、待って、シールの絵柄をハサミなどで切り抜き、フィルムを剥がします。ハサミ、ハサミね、さっきねこれを切り取るためにハサミを使ったんだよね。ハサミはどこやったっけ、あったあったあった、目の前にあったわ。今日はハロウィンなのか、私にとってもうねイベントなんていつでもいいんですよ。今日だって本当は誕生日じゃないけど誕生日やし、なので今日はねハロウィンです、私の中のハロウィンです。よいしょ、あ、そして待って、切っちゃったから説明書読めないわ。シールに水を十分染み込ませ、貼りたい場所にシールを密着します。了解です。今日は10月30日、ちょっと待ってね、よし、お、これで、これどうやってやるんだろうな、ちょっと待って、これをどうやって剥がせばいいんだろう、剥がせるかな、え、どういうことだ、フィルムを剥がして、あ、なるほど、わかった、これをまず水につけてピュッて貼るんだ。じゃあコップに水があるので水を入れます、チャポン、あ、やばい、そしていきます、貼り付けます、これを20秒から30秒だったら、これ水つけすぎたかな、絶対なんか、まあいっか、偽ハロウィン配信、準備がいいでしょ、あ、いけるかな、待って、
20秒から30秒経ったら台紙をゆっくり、怖っ、うまくいける気配がしないんだけど。でもこれ昔なんかやってたよね、ドラえもんとかでこことかに貼っつけてた気がする。グ、なんだっけ、ガムとかトーマスとか、トーマスとかあった気がする。懐かしい感じだね。え、いけるかなこれ。すごい心配だからまだ置いときます。ミスクリスマスもぜひ。え、やってた？トーマスのチューインガムにあるよね。誕生日はのハロウィン、そう、私の誕生日ハロウィンなんですよね。じゃあちょっと行ってみます。行きます。ああ待って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 、大変なことになってる。あ、こっちか。あ、来た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 。あ、来た、できた、晴れた。あー、すごい。え、いいんじゃない、ハロウィンっぽくなってきたじゃん。あ、いいいいいい、ってなってる。スクショタイム、これ貼る前もスクショタイムすればよかった。まあ、いっか、どうしようかな、かっこよく、どうしようかな。じゃあハロウィンこれで、笑ったら剥がれそうで怖いな。お口が増えててびっくり。口に見える、確かに確かに口に見えるかもしれない。すごいかわいい。あ、エミリアかっこいい。ティアラの毛、確かに口二つある。え、確かに口に見えるね。うまくいった。パシャリパシャリ。まゆともさん、こんばんは、やっほー。うん、しげっちかわいい。え、もうカオスすぎるよね。ゾンシール貼ってハッピーバースデーで、これ多分ね傷跡だと思う。多分そう、さ、多分これ骨、うん、多分骨だ。裂け目から骨が見えてる感じだと思う。ちょっと飲み物飲もう。うん、ハッピーバースデーっていうホラー映画、ハッピーデスデーっていうホラーなのかな、わかんないけど、映画すごい面白いよ。痛い、いった、痛い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 。 S ランクだから痛い傷。え、これでメンバードッキリいいね。でも絶対バレるよね、これすごいわかりやすい気がする。ツルツルしてるし、本当にさ、特殊メイクしてみたいんだよね、ガチな方の。あの、よくさやってる方がいるんだよね、結構い、ペニーワイズとかそういうね特殊メイクをしてる方がいて、 YouTuber
にすごい見てやってみたいって思うけどね、そんな技術がないんだよね。そう、山熊さんこんばんは。タクシーメイクの話し会、それはね、さすがどうだろうね、わかんない。でも確かに本気でこうやだって思っちゃう方もいる気がするから、えどうしようかね。お姫様みたい、やった。こうやって隠したらお姫様に見えるかな。この間のえできるかな、やってみたいけどね。前なんかそういう感じのことを企画で出したことあるけど、どうだろう、難しいかな。白い目のカラコンね、白い目のカラコン、白い目のカラコンすごいよね。どうやって見えるんだろう、周りの景色は白くなるのかな、どうなんだろう。今度さ、お話し会のさ、最終日のファンの皆さんで決めるってやつ、今度ショールームで決めたいなって思っています。今度なのでぜひ告知すると思います、ちゃんとツイッターで。なのでね、一緒に決めましょう、どういう服とかどういうことしようか。ね、あのさ、車のお化け屋敷あれね、期間限定だったからいいなって思って調べたらね、もう終わっちゃってた。チャッキーのね、あの T シャツは持ってる。チャッキーはでも可愛いよね。いつ配信するの見れたら、いつだろうな、いつだろう、ちょっとまだ今わからないかな。そう、今日はね、あと15分ぐらいかな、あと11時半ぐらいまでシュールームして終わりにします。皆さんもう寝落ちした方もいるんじゃないかな。私の声多分ね、寝ちゃう声なんだよね。うん、そう、はーい。うん、 ASMR やりたい、本当に。おかしいやつやらないと。でも今日はね、 iPad のやつで配信してるからカラオケ機能ができないんだよね。寝落ちは幸せ、本当。じゃあちょっとゆったりと、あ、じゃあちょっとね、皆さんは寝かせに行きます、起こしません。そう、 ASMR、 あの本格的なマイクをさ買って、ショールームで ASMR 配信したい。できるのかな、どうなんだろうね、なんか設定とか難しそう。寝かけてたけど、夏でちゃんのショールーム始まるから飛び越え、嬉しい嬉しい、でもそっか、嬉しい、そっか、あ嬉しいな。じゃあぜひ私の声で寝てください、寝落ち。あ、本気で結構寝てます、やっぱそうだよね。まだお風呂入ってないから寝かせないで、寝かせちゃおうかな。昔この前さ、あのなんだっけ、グミッツェルかな、食べたことある、ショールームで。うん、後ろの文字が
桜っぽくて、あ確かにピンクだからね。ハッピーバースデートゥーミー、寝ました。あとでも12分だ。でも誕生日配信、あ違う、偽誕生日配信はねそろ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 もういい、もういいかな、どうだろう、もうちょっとまた違う新しい企画を考えようかな。どうしようかな、何をしようかな。シュルマットの夏ネイドダイアリー、嬉しい、見ます。飽きたとは言ってませんけど、飽きた、うんうん、そんなことないよ。次の曲、よし、企画を考えよう、ショールームの。夏男が恋しい、夏男大好きじゃん。夏男はね、次はね、いつだろうな、結構、いつだろうな。せいちゃん、こんばんは、やっほー。じゃあちょっと小声配信にします、今日は最後まで。やっほー、せいちゃんやっほー。そう、夏男はね、留学しに行っちゃってね、ちょっとね、しばらく帰ってこないんですよ。なのでね、しばらく夏寝で我慢してください。ハサウェイね、外国人風メーカー、まお花見風配信、あでもね、お話し会でお花見をやります。夏には帰ってほしいね。いつ帰ってくるんだろう、夏をね。夏をも夏ちゃんも大好きだ、ラブ夏をくん。夏をくんってまだ人気なのかな、どうなんだろう。なっちゃんが考える機会くらい好きです、嬉しい。またなんだろうな、企画考えよう。おもろなかったら頬に傷ついてるんだけど、そうです、ちょっとね、怪我しちゃって痛い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 、今やってるお話し会がね、私服が2回しか着ないから、本当にすごいわ。そういつの間にか気づか、あまっ、じゃあ皆さん、そろそろ寝て、そろそろ寝ましたかね。皆さんおやすみなさい。あ、鉄鍋さん、やっほー。偽誕生日祝メリナさん、改名ありがとうございます。あ、おやすみなさい。あ、皆さん寝てますね。でも今日は珍しく本当に起こしません。起こさないので。ランキングをゆっくり読みたいと思います。なつねちゃんのことを考えると寝れません。じゃあもう寝なくて大丈夫です。ずっと私のことを考えといてください。こんばんは。ということで、ランキングを読みたいと思います。面白い動画を送ってきて笑っちゃった。11位、マーボーさん、マーボーさん、いつも
こえない、聞こえなかった。これからもずっとジンくん呼びにします。第8位、フィンタン。フィンタン、フィンタンは本当にギャグ線があっていつも笑わせてもらっています。ありがとうございます。第7位、ヒラリー。ヒラリー、ヒラリーも本当にすごくたくさんのお友達がいて、すごくみんなに愛されていて、すごいね。私何が言いたいんだろう。私もヒラリー大好きだよ。第6位、リーちゃん。リーちゃん、リーちゃんはたくさんね私のことツイートしてくれててね、すごいね。あ、こんなに私のこと好きって思ってくれてる子がいるんだってすごいね、見るたびにもね嬉しくなります。第5位、しげっちー。しげっちー、いつもありがとうね。毎朝投稿してくれてありがとうございます。本当に本当に、あのね、毎日続けることって本当に難しいことなのにね、本当にありがとうございます。第4位、みやさん。みやさん、ありがとうね。みやさん、みやさんもあのねリプとかね見ていますよ。みやさん確か猫ちゃんかわいいなって思ってます。第3位、エビフリャー。エビフリャー、エビフリャー、あのね、ねさっきもね、あのモモンガのね、お揃いのモモンガのね、あのやつ布団をかきながらショールのいのいやってました。いつもありがとうね。第2位、マーサー。マーサー、ありがとうございます。あのね本当にね、お話し会とかずっとこんなにね長い間私を好きでいてねくれるなんてね本当に嬉しいの。だから本当に本当にありがとう。で第1位、あ、メリダさん、2000誕生日祝アットマーク、メリダさん、メリダさん本当に本当にありがとう。タワーもありがとう。メリダさんと、メリダさんとお話しするの本当に楽しいし、いつもリプとかショールームとかも解明してすごいあの面白くてすごくすごく嬉しいです。メリダさん、ショールーム本当にショールームたくさん見てくれてるし、ラブです。ありがとうございます。ということで皆さん、寝たでしょう。もう寝たでしょう。ギターとかピアノはね習ってました、昔。頭痛やらいだ。え、よかった。頭痛、つらいよね。よくなりますように。寝ました。おやすみなさい。ニセ誕生日祝、ありがとうございます。ささやき ASMR でした。それでは、また。またね。じゃあね。素敵な夢、こちらこそ皆さんも素敵な夢を見てください。もしかしたら今寝落ちたら私の夢が見れるかもしれないよ。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。見てくださってありがとうございました。